泉中央駅付近のマンション群、泉中央線トリベール泉は、大阪府泉市中部の丘陵地帯に UR 都市機構が開発した住宅、産業都市。町開きは1992年、仙北ニュータウンに続く、仙北地域の第二のニュータウンとして発展を続けている。泉市中部にあたる北池田、南池田、北松尾。 南松尾地区の丘陵を開発して誕生した。計画個数は7,700個、計画人口は2万5,000人。市中部の丘陵は、牧尾川流域の池田谷と松尾川流域の松尾谷によって3つに分かれ、トリベール泉は中央丘陵及び、岸和田市境に至る松尾谷伊勢の丘陵に位置する。堺市境に至る池田谷伊藤の丘陵に位置する。 光明台や水木台は、仙北ニュータウン、光明池地区の周辺地域となり、トリベール泉には含まれない。町開きから3年後の1995年には、仙北高速鉄道線泉中央駅が開業。同駅を中心とした町であることから、一般に泉中央と呼ばれ、店名に泉中央を関するショッピングセンターや飲食店などが、 数多く存在している。トリベールとはフランス語で、三つの緑の意。北部、東部、西部の三ブロック構成であることや、居住、都市、研究開発の三つの機能を持つことを表している。2020年末時点、の人口は約2万人。イブキア、マナビア、ハツガ、のは、中央丘陵に位置し、イブキアに、泉中央駅、マナビアに、 桃山学院大学がそれぞれ所在する。歩み屋は松尾谷伊勢の丘陵に位置し、こちらの丘陵には、半和自動車道、岸和田泉インターチェンジがあり、南に工業団地のテクノステージ泉が広がる。トリベール泉には含まれないが、発が、野の北に望み屋、東に青葉台、西に緑が丘という既存の新興住宅地が隣接しており、望み屋、 青葉台、緑ヶ丘を加えた人口は約3万2100人となる。なお、のぞみやはトリベール泉の町名と共通性を持ったのという町名だが、大阪府人子供福団地を中心とした既存の新興住宅地に新たに付けられた町名である。不動産、住宅情報サイトライフルホーム S による住みたい街ランキング2017では泉中央が 買って住みたい街として、近畿圏全体で第3位、南大阪では第1位にランクインしている。大学高等学校、中学校南池田中学校と石尾中学校はトリベール泉の範囲外に立地するが、トリベール泉の一部地域が通学区域に含まれる。小学校緑が丘小学校は、 トリベール泉の範囲以外に立地するが、トリベール泉の一部地域が、通学区域に含まれる。義務教育学校施設一体型、小中一貫教育を行う公立学校である。発芽のの人口増加を受けて、青葉発芽の小学校及び南池田中学校の児童数が増加する一方、児童数が少なかった南松を小学校及び、 南松尾中学校の2校を統廃合し、校区と学校規模の適正化も兼ねて2017年に新しく開校した。幼稚園、保育園、ララポート泉4行の支店が泉中央駅の駅前に集っている。ありがとうございます。